同じ波長なんで、これがどん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 ずっと続きそうなんで、誰か止めてくれよみたいな感じの、ふとなんかこう、ジューラン先輩との嫉妬心じゃないですけどやっぱジューランかみたいなところはマイナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは。舞台死神使いの事件帳有名忌憚で日下源四郎を演じます鈴木弘樹です。アモン役を演じます小林亮太です。そうですね、日々弘樹さんを見ながら一緒に話してどんどん仲を深めたいなと思っているさなかです。映画の撮影と舞台の稽古を合わせて、多分1週間まだね。そうなんですよね7日以上は一緒に、そうですね、そうですね、過ごして現場でやってますんで息ぴったりですね僕はひろきさんご一緒したいなと思っていたので、今回させていただけてすごい嬉しいですし、本当にどなたにもこう分け隔てなく優しく接せられる方なので、なんかこちらもこう温かい気持ちでいつも話させてもらってますね。僕も共通 の演出家さんと一緒にお仕事したりとかっていうことがあったんで、あ、どういう感じなのかなとは思ってたんですけど、まあ、今回でやっぱり感じるのは熱量の厚さというかね、その現場にこういう熱を持ち込んでくれる人がいるっていうのはすごくプラスなことなんで、なんだろう、現場に一人はいてくれたら絶対に刺激的になるというか、助けられてますね。嬉しいですね。続編を期待していただかないとやっぱり次につながらないことですし、またやっぱりみんなでやりたいねって言ってたことがでかいのかなと思いますね。それを形にしてくれて本当に感謝してます。そうですね、ジューランの安井君とは映画の撮影現場でお会いさせていただいて、あ、割とツンツンしてるんだと思って、だから逆にこうもう後輩に徹せれるというか、本当にこう経験の浅い死神だからこそこう好奇心旺盛に立ち回れるのを存分に楽しんでます。いや、バディモノ僕今回初めてで、それこそ毛利さんから、ホームズとワトソンみたいな関係でいてほしいって言われて、なんか僕を本当に今稽古でそれをこう探ってる中なので、俺とひろきさんしか考えられないというか、なんか多分きっとそれこそ死神同士で組んだりしても面白いもん。だからアモンとそれこそジューランとかっていうのも面白いんだろうなと思いますけど、でもやっぱ死神対人間っていうコンビは面白いなって思ってますね。そうですね、重ねちゃってる部分が多分あるかもしれないですね。それでいうと源四郎と現代のお父さんですね、とか組んでも面白いのかなと思いますし、今回は市村一座っていう歌舞伎の一家のお話もちょっと出てきたりとかしますので、まあ中のキャラクターみんな濃いんで、組んでみても面白いことにはなるのかなと思ったりもしますね。あ、そうですね、広瀬君演じる佐治郎はかなり今回のキーマンなんで、なんでそういう意味ではすごく、はい、まあ、本人ともう役取っ払って本人とバディものでも面白いと思うんですけど穏やかな空気が流れるんだろうなそうでしょうね悪気のないなんていうんですかね、天然というか、はい、すごいですね絶対に領域にたどり着けないというか選ぶとしたら、そうですね、僕はじゃあ広瀬智樹で、はい、多分佐十郎もそうだし広瀬智樹もキャラクターだと思うんで彼を選ぶみたいな。いやー、それはもう180度違いますね。もう従来はなんか愛くるしいんですけど、冷たい太陽というか塩太陽ですよね。なんでこう盛り上がってきて、彼が一言グサッて刺したらもうそこで会話終了っていうテンプレートみたいなね、流れが二人の中にあって、それがまあ心地いいタイプなんですけど、アモンとはもうなんか反りが合うんでしょうね。同じ波長なんで、これがどん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 ずっと続きそうなんで、誰か止めてくれよみたいな感じの付き合いができるっていうのはすごく楽しいです。いや、でもきっと違うだろうなと思って、もうなんかそこはあんまり
意識せずって言ったらあれですけど、あのだから稽古場で面白かったのは、アザン島でジューランが変化するとランザン島っていう名前なんですけど、あのひろきさんが僕のことを僕の変化するときにランザン島って言われたんですよ。俺違うと思ってそうみたいなときに、あ、ふとなんかこうジューラン先輩とのこうなんかちょっとこうなんていうんですかね、やっぱちょっと嫉妬心じゃないですけどやっぱジューランかみたいなところは感じますけど、でもはい、なんかまあ別だろうし、まあ僕は僕でやれたらいいなと思ってらっしゃる。まああっちゃ絶対にダメなことなんですけど、まあ多分原子炉もやりかねないなっていうふうに思いました。だから本番でもあり得るんだろうなと思って、本番でやったら突っ込まなきゃいけないなと思って舞台死神使いの事件帳有名忌憚は東京公演6月9日から19日まで、大阪公演は6月23日から26日までです。ぜひ劇場に遊びに来てください。待ってます。